ザック、グレインキー、ドナルドザカリー・グレインキー、ドナルドザックリー・グランキー、1983年10月21日体は、アメリカ合衆国フロリダ州オーランド出身のプロ野球選手、投手、右投げ右打ち、MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。日本の報道等では、グリーンキーとも表記される、少年時代、 リトルリーグの試合で来日した経験がある。その時もらった五円玉をお守りにして首から下げている。高校時代にゲータレード最優秀野球選手、ゲータレードナッショナルバイスボールプレイヤーオブザイヤーに選出され、ベースボールアメリカは高校生として最も優れた選手の一人と評した。カンザスシティロイヤルズは当初2002年の MLB ドラフトで、 大学生投手を一巡目で指名する予定だったが、スカウトから彼はどの大学生よりも早くメジャーに昇格できますという推薦を受け、クレインキーを一巡目、全体6位で指名。和 AQ ウィルミントンブルーロックスと AAQ イチタ、ラングラーズの2球団合計で15勝4敗、防御率1.93を記録し、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ選別に選出された。 シーズン終了後にはカロライナリーグの最優秀投手やロイヤルズ参加の最優秀投手に選出された。は、開幕をトリプル A 級オマカロイヤルズで迎え、5月22日に2002年の MLB ドラフト一巡目で指名された投手の中で最も早くメジャーデビューを果たした。球団史上20歳でメジャーで登板経験のある投手はグレインキーの他に ブレット・セーバー平原のみである。この年は8勝11敗ながら、防御率は3.97、新人王投票でも4位となった。は5月15日時点で0勝4敗で、防御率3.09など、投球内容は良かったが、6月以降は調子を落とし、シーズン通して5勝17敗、アメリカンリーグ最多敗戦、防御率は5.80。の、 春季キャンプで社会不安障害によりチームを離脱、自宅で生活を送った。後にグレインキーはカンザスシティスター氏のインタビューで僕の鬱病は自殺したくなるほど重度のものではなったけど先発で投げるのが嫌になってだんだん試合に出たくなくなったんだ。しまいには野球が嫌いになって選手を辞めたくなったんだ。と語っている。6月にマイナーで復帰し 9月22日にメジャー初登板3試合を投げ1勝0敗防御率4.26という成績に終わった。は4月26日のミネソタツインズ戦でトリーハンターの顔面直撃の投球以降その直後の2試合の登板で計12失点を記録するなど請求が悪化。5月10日以降はリリーフとして登板していたが8月24日に先発登板。 それ以降、シーズン終了までに7試合に先発登板し、防御率1.85を記録。は32先発で、リーグ2位の23回クオリティスタートを記録し、5回を投げ切れなかったことは1回のみと、安定した投球を見せた。投球回は初めて200の大台を上回り、防御率3.47は、球団史上に、ケビン・エイピアーが3.40を記録して、 以降最良、規定等球回以上だった。シーズン終了後の1月26日に球団と4年、総額3、800万ドルで契約延長した。4月に5勝0敗、防御率0.5044奪三振と、両リーグ最高の成績で、月間最優秀投手に選出された。また、 昨シーズンから4月24日にかけて38イニング連続無失点を記録し、ケビン・エピアーの球団記録を16年ぶりに更新。オールスター初選出を果たし、8月25日のインディアンス戦では15奪三振を記録し、マーク・グビザーの球団記録を21年ぶりに更新。33試合の先発登板で16勝8敗、防御率2.16。 リーグ1位242奪三振を記録し、シーズン終了後には、アメリカンリーグのサイヤング賞を受賞。最下位チームからの受賞はのロジャー・クレメンス、当時トロントブルージェイズ以来、16勝での受賞は、アメリカンリーグでは、当時最小勝利、ストライキで短縮されたシーズンを除くとなった。は10勝14敗と負け越した、2010年12月19日に、 内野手のユニエスキー・ベタンコートと共に、アルシデス・エスコバー、ロレンゾ、ケイン、ジェイク・オドリッジ、ジェレミー・ジェフレストの2対4のトレードで、ミルーキー・ブルワーズに移籍した。3月、バスケットボールをしている最中にアバラボ骨を、亀裂骨折し、シーズン初登板は5月4日までずれ込んだ。序盤は打ち込まれる試合が多く、前半戦終了時点での防御率は5.45、だったが、 後半は持ち直して、自己最多タイの16勝を挙げた。最終的な防御率3.88に対して、元同僚、ブライアン・バニスターの影響で、クレインキー本人も強く意識するようになったという、フィップは、98であり、ザ・フィップは2.56でエリーグ1位だった。7月4日の対ヒューストン・アストロズ戦で、先発登板するも、わずか4球を投げただけで、 対場処分となる。翌7月5日の対ヒューストンアストローズ戦で前日に続いて先発登板する。この試合では3回を投げた。その後 MLB オールスターゲームを挟んでリーグ再開日の7月13日の対ピッツバーグパイレーツ戦で先発登板。この登板で3試合連続先発登板を記録した。MLB における3試合連続先発登板は 1917年のレッドフェイバー以来95年ぶりの記録であった。ちなみに、フェイバーはダブルヘッダー2試合と、その翌日の試合に連続して先発登板している。2012年7月22日にアリエル・ペーニャ、ジョニー・ヘルウェグ、ジーン・セグラとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。移籍後は13試合に登板し、6勝2敗。 防御率3.53だった。オフの10月29日に FA となった。2012年12月10日にロサンゼルスドジャースと総額1億4700万ドルの6年契約を結んだ。この契約は2008年オフに CC、サバシアがニューヨークヤンキースと結んだ7年1億6100万ドルに次ぐ上2位の大型契約であり、ネオ平均に換算すると サバシアを上回る2450万ドル、約20億円の史上最高額となった。また、右投手としては、マットケインの5年1億1250万ドルを上回る史上最高の大契約となった。不退条項として、2015年のシーズン終了後に FA になれる権利があり、シーズン途中にトレードされた場合は、そのオフに FA になれる権利も付け加えられた。 4月11日のサンディエゴパドレス戦でカルロス・クエンティンと乱闘になり、その後の検査の結果、左鎖骨骨折で全治8週間となった。この年は28試合に登板し、15勝4敗、防御率2.63と6年連続で2桁勝利を挙げ、勝率はリーグ1位の789を記録した。は5年ぶりにオールスターゲームに選出された。 レギュラーシーズンでは防御率2.71、自己ベストの17勝を挙げ、2年連続での防御率2.00台、4年連続での15勝以上を記録し、右のエースとしてクレイトン・カーショーと共にチームをポストシーズンに導いた。また、自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。は2年連続でオールスターゲームに選出され、ナリーグの先発投手を務めた。 レギュラーシーズンでは、MLB 史上歴代4位となる45.2イニング連続無失点を記録するなど、抜群の安定感を誇り、開幕から一度も防御率2点台以上を記録することなくシーズンを終えた。222イニングを投げ自己最多の19勝、同じく自己ベストとなる防御率1.66を記録し、自身2度目となる最優秀防御率のタイトルを獲得。 この防御率は昨年同僚のカーショーが達成した21世紀の MLB で最高だった1.77を更新し、また防御率1.6台は1995年に当時ブレーブスのグレッグ・マダックスが達成して以来20年ぶりであり飛ぶボールになったと言われる1920年以降では歴代8位の快挙であった。300奪三振を達成したカーショーと共に 強力な2枚看板を形成した。前半戦終了時点で、防御率1.39と2位以下を突き放し、サイヤング賞の最有力候補であったが、ジェイク・アリエータが、後半戦に追い上げたことで投票では2位に終わり、両リーグでのサイヤング賞受賞とはならなかった。11月4日に契約上の FAK を行使して、FA となった。2015年12月8日に、 アリゾナダイヤモンドバックスと総額2億650万ドルの6年契約を結んだ。平均年俸3442万ドルは MLB 史上最高額で総額は投手として歴代4位であった。は、遺跡初年度で開幕投手を務めたが4回7失点の乱調で敗戦投手になるなど序盤は不安定で4月は 防御率5.50に終わった。5月以降は尻上がりに調子を上げていき、5月17日から6月18日の当番までの7試合連続で勝利投手になるなど打線の援護にも恵まれた。6月28日の当番で左脇腹を痛め、2回で降板。翌29日から故障者リストに入った。8月に復帰したがその後は再び調子を落とし、 9月5日と16日には、古巣のドジャース戦でいずれも、前田健太に投げ負けた。シーズンを通しては、13勝7敗、防御率4.37に終わり、離脱の影響もあり10年ぶりに規定到達を逃した。2> は2年ぶりにオールスターに選出された。レギュラーシーズンでは32試合に先発し、17勝、リーグ2位タイ、防御率3.20、6位215奪三振。 5位202.1イニング4位と安定した投球を見せた。しかしポストシーズンでは2試合先発で0勝1敗、防御率7.27に終わり、結果を残せなかった。2015年シーズンでは平均 91.8mph のフォーシームを中心に平均 86.9mph のスライダー、平均 88.2mph の 高速チェンジアップ、平均 91.3mph のツーシーム、平均 73.6mph カーブを投げ分けた。決め球は、スライダーとチェンジアップ。フォーシームの最高球速は2010年に 99.7mph を記録したが、2015年シーズンは 95.0mph に止まっている。2014年以前はカットボールも使用していたが、 ベンベドラーがグレインキーの投げるカットボールがスライーよりも遅いことに気づき単に休速を損なうだけスライバーと指摘したそのため2014年を最後にグレインキーはカットボールを投げていない非常に打撃の良い投手でもあり長く DH 制のロイヤルズに所属していたのにもかかわらず2013年には3割を超える打撃でシルバースラッガー賞を受賞している 先日のように社会不安障害を患った経験からプレッシャーの強いチームに所属することに不安を抱えていると言われ、ロイヤルズとの契約には2011年までニューヨークヤンキースやボストレットソックスを含む15チームに対するトレード拒否条項が含まれていた。最も最近では勝てるチームに所属したいという思いが強くなっていると周囲に語っており、また、 契約最終年となる2012年には、そのような情報は含まれていなかったとされる。パッドネシェックにサインを頼まれたが、疲れるから嫌だとして拒否して、以降、確執がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。